スイートレガシー僕と彼女の名もないお菓子9回目、前回からの続き、鬼ヶ島桃子ちゃんルートです。この子がまあちょろいちょっと守ちゃんが接近しただけでもう落ちましたよ。この子、早速調理室、行ってみましょう。さあこれで今何日目、あれどうした、桃子さん、桃子ちゃんね、ママル、くしゃみしてんのか。どうしたの桃子さん、風邪？いや、多分どこかで俺の噂をしてるんだろうな。恋煩いじゃないのか。そうなの、もう完全に落ちちゃってたからな。もしかして男勝りの変なパティシエかな、それとも今時珍しいブルマ姿の女の子かなそのブルマ衣装は何なんだろうね、この子。もしかして変な名前のパティシエだったりして。めちゃくちゃ言ってんな。桃子さん、どれだと思う？マモル、お前そういう目で俺のことを見てたのか。そういう目って、その人をバカにしたような目だよ。確かにマモルちゃんは全方位に煽っていくよね。 そんなことないよ。まったく、ピッ、いつまで人に。あ、でもこの前水ぶっかけちゃってお着替えイベントがあったから、あれで風邪ひいちゃったんじゃないの。本当にかわいいねえ桃子さん、それって噂とかじゃなくて風邪なんじゃないの。そんなバカな、俺は風邪をひかないと親兄弟教師にだって認められたんだぞ。え、それはなんちゃらは風邪ひかないってことか。なんとかは風邪ひかないって。同じこと。なんか言ったか。ううん、なんでもないよ。さすがにわざわざ本人に言うのはかわいそうだよねでも辛そうだな、ちょっとこの子大丈夫か。今日はいつも通り特訓ってわけにはいかなそうだね。ちょっと部屋で休んでくるわ。言うても大会前だよ、大丈夫か。大事にちゃんと暖かくして寝るんだよ。服ちゃんと着よ。この子はいつもブルマだからな。ブルマガクラン。大丈夫かな。すごすごと部屋に戻っていったけど、本当におとなしくしているのか。お部屋ついていっちゃおうよ。ちょっと部屋覗いてみようよ。あ、終わりか。終わりか。そっか、そこまではいけない。じゃない。今暇か。公園だよな。暇だって言え。これは別のイベントかな。全然暇じゃないけど暇です。もうすぐ即元気になってんじゃんこの子。よしよし、ちょっと付き合えよ。風邪大丈夫なのかよ。体育館裏に呼び出されるのも、その辺の茂みに連れ込まれるのも嫌ですよ。俺を何だと思ってるんだよ。あ、あとこの驚き顔かわいいな。目まん丸だな。何特訓は嫌だと？言いません言いません、特訓最高、特訓大好き、ビバ特訓うわぁ、でも辛いのも痛いのも苦しいのも嫌だよ。お願いだから優しく。この子の特訓がね、なかなかハードなんだよね。冗談だよ、特訓じゃないよ今日は。俺のケーキを試食してもらおうと思って。もうすぐできるんだけど。ほうほうほう。食ってくれるか？ケーキの試食？いいけど、ここで？調理室で作ってるんじゃない？公園でケーキを作ったの。どうも、いろいろ整備されたキッチンってのが使いにくくて、少しずつは慣れてはいるんだけど。で、風大丈夫か？もう。え？じゃあどうやってケーキ焼いてるの？野焼き。野焼き？そんなんでどうにかなるの？焼く温度は？時間はどうするの？嘘でしょすごいな、野生の勘が。信じたのか、素直だな、守る。違うんかい。お前ならありえそうだなと思ったんだよもうひどいよ、桃子さんたら。そ
そういうこと言うと試食なんてしてあげないんだから。ごめんごめん、悪かったよ。謝るから、俺のケーキの感想聞かせてくれよ。もう許してあげる。なんやかんやでもいい仲になってきたな。そろそろ焼き上がったはずだな。じゃあ今取ってくるから。でも本当にどこで作ったの？本当に野焼きなの？あ、本当にそうなんだ。どこでもケーキ作れちゃうな、この子は。もぐもぐもぐ、うん、悪くないと思う。しっかりとした食べ応えのあるケーキだね。でもレシピがちょっと古くない？今だと結構普通な感じがするけど。へえ、古い。古いか。仕方ないかもな。俺が子供の頃のケーキだからな。今も子供だけどなっていうのはなしだよね。もぐもぐ、そんな昔のケーキ、なんで今更作ろうと思ったの？なんでかな。急に作りたくなって。もしかしたら、マモルに食べてもらいたかったのかもしれない。もしかしてマモルでいうお母さんのシュークリームみたいな感じで、番長のケーキなんじゃないのか？もぐもぐ、思い出な、特別なケーキなの？これ、パティシエ番長が俺に作ってくれたケーキなんだ。俺を助けてくれた番長が俺にくれたケーキ。思いがこもってるってやつですね。もぐもぐもぐ、今でも忘れられなくて。でも味を再現できなかったらって思ったら怖くてさ、今まで作ってみれなかったんだ。そっか、もぐもぐもぐ、これがももこさんの思い出の味なんだね。懐かしくて、思い出の味を目指してるっていうところは共通点があるね。思い出の味か。いいこと言うな、マモル。僕にもあるから。思い出の味、思い出のシュークリームが。はあ、それってどんなシュークリームなんだ、思い出って？お母さんがよく僕に作ってくれたものなんだ。変わったところはなかったけど、今も僕の心の中に強く残ってる。そうだね。最高に美味しいシュークリームなんだ。お母さんのシュークリームか。でもまた作ってもらえばいいじゃないか。あら、その話題は大丈夫か。レシピ教えてもらったりしてもいいんだし。うん、でもそれはもうできないんだ。本当は一緒に作りながらレシピを教えてもらったり、一緒に食べたり、そんなことがしたかったけど。まさか。悪かったな。まさかお前の母親が記憶喪失だとは思わなくて。どういうボケなの？はい。記憶喪失？違うのか？違うよ、お母さんは僕が子供の頃。まさか家でマモルちゃんを置いて出てっちゃった。病気で死んじゃったんだ。ごめん、俺そういうの。なんでここでそれでこの表情になるんだよ。本当にごめん。可愛いから許す。どうすればいい？謝ってて許してもらえないよな。言い方がいいな。どんなことでもするから許してくれ。なんだったらこの俺の魂のハチマキを譲ってもいいから。魂のハチマキ？いいよ、桃子さん、悪気があって言ったわけじゃないことくらい僕分かってるから。悪いな。大丈夫、もう気にしてないから。じゃあ俺も食ってみようかな、俺の思い出の味を。あれ、ケーキは？食べちゃった、ごちそうさま。全部食べちゃった、マモルちゃん。ホール丸ごと？さっきまで半分以上残ってたはずだろ。
がついたらなくなっちゃって。おお、さすが男の子。言うことがあるんじゃないか。ケーキは別腹。他にはごめんなさい。でも古いレシピだけど不思議と飽きのこないいいケーキかもしれないね。ほう、ちょっと手を加えれば。いやでもやっぱシンプルなのがいいんだと思うよ。俺もシンプルなケーキが好きだもん。ケーキは。そうだよ、やっぱりすごい人なんだね。番長の味か。当たり前だろ。花咲いた。花咲いたよ。いい顔するよな。表情がコロッコロ変わるから面白いなこの子。お前なんか用事があったんじゃないのか。あ、そういえばちょっと町の方に出てみようって思ってたんだっけ。うん、悪いな、貸し止めして。ううん、美味しいケーキも食べられたし、むしろお礼を言いたいくらいだよ。まあお互い様ってことで。じゃあな。お互い様。お母さん、パティシエ番長は結構すごい人かもしれません。何者なんですかね。ますます興味が湧いてきました。その辺は明かされていくのかな、パティシエ番長。これでなんだ、ここ記録スキップ、あれできない、記録スキップできないってことは、寮にいるとはいえ一人暮らしだといろいろと細かいものが必要になるんだな。あれでもこのイベント見なかったっけ。あ、なんてことするんだ、うちを潰すつもりなのか。いや見てないな。なんだ向こうの方から何かあったのかな。潰すつもり、これ桃子ちゃんイベントか。あれ、こんなところに洋菓子店なんてあったかな。向かいにあったお店は覚えてるんだけど。どういうつもりだ、こんな目と鼻の先に同じ店を構えるなんて。営業妨害も甚だしいぞ。まただ、喧嘩かな。勘違いするな。お私は雇われた。ちょっと来たんじゃねえのか。これ来たんじゃねえのか番長。すごい格好、すごい格好してんな。さらし巻いてんだ。おっぱいほとんど見えちゃってっけど、これ番長でしょ、間違いないよ。人誰かな。なんかいや雰囲気が誰かに似てる気がするけど。そうだね、誰かさんと同じような学ランを。おいおい、というか番長やっぱ女の子なんだ。お前のところのケーキが売れないのは当然なんだよ。うちのよりもまずいんだから。先生なんだ番長先生。またお前の差し金か。なんでこんなことをするんだ。身に覚えがないっていうのか。俺はお前の仕打ちを忘れたわけじゃない。あの時の復讐を果たすまで、俺は悔しくて夜も眠れねえんだよ。それはお前の逆恨みだろ。何なのこの男 AB。 お前だけだよ。頼む、こんな男に手を貸すのはやめてくれ。こいつがどんな男か知っているのか。こいつはな、雇い主の事情など私には関係ない。報酬さえ払ってくれるのなら誰であろうと構わない。もうなんか殺し屋みたいな、パティシエ殺し屋みたいになってるわけだ。甘かったな。さあ先生、今日の報酬です、受け取ってください。報酬をもらって。では、なるほど、うまいケーキを使ってライバル店を潰すっていう。俺に先生がついてる限りお前に勝ち目はねえんだよ。いやー、そっか、こんなことになってんな。面白くなってきた。面白くなってきたぞ。なんだ、わざわざパティシエを雇って、人のお店を潰そうとしているの。なんてひどいこと。でもそれに手を貸すパティシエもパティシエだよ。どうしてそんなことの手伝いを。いやー、あの人は間違いないよ。おっと、来た。私に何か用か。おっぱいがもう、おっぱいほとんど見えちゃいそうになってんだけど。いえ、ジロジロ見ちゃったから気を悪くしたかな。絡まれちゃったじゃん。あのエンブレム、エンブレム、もしかしてエンブレム帽子。まさか番長、そこでわかるんだ。
ほう、私も有名になったものだ。本当に？パティシエ番長が全国大会の会場にいる。私の仕事だ。あの男に雇われてシェフパティシエとして働いている。期間限定でな。もしかして相手のお店を潰すため？多分な。え、悪いことしてんじゃん番長。分かってて手伝ってるの？どうして？お金のため？それ以外に何がある？さて、あら、私には次の仕事が待っている。ちょっとちょっと、おしゃべりはここまでだ。桃子ちゃんがあれだけ尊敬してる番長、悪いやつだった。これはこれはちょっと気になる展開出てきたな。目指していた強くて優しくて最高のパティシエ、信じられないよ。パティシエ番長が本当に登場するとは思わなかったよ。よーマムル、用事は済んでんのか？桃子ちゃんいたよ、いたよいたよ、番長いたよ。マムル、おい、どうしたんだよマモル。桃子さん、どうした？どうしたって可愛いけどさ、ちょっと考え事して。いやでも言えないか。それより桃子さん、まだ特訓してたの？ダメだよ、少しは体をいたわらないと。分かってるよ。でもまあ実力は相当なもんなんだろうな。やっぱりさすがパティシエ番長。お前が全部食っちまうからわざわざ作り直したんだぞ。パティシエ番長のケーキ、それで食べてみたの？もちろん。確かに新しくはないけど、あれなら少し手を加えれば今でも通用するよ。早速改良してみようと思うんだ。さすがパティシエ番長。花咲いた。昔のレシピであれだけの味なんだからな。今の番長だったらもっとすごいケーキを作るんだろうな。今の番長ブラック番長だぞ。ブラック番長闇落ちしちゃってる。そうかな。きっとすごいって。はあ、俺も早くパティシエ番長みたいになりたいな。そしたら俺がしてもらったように日本中の弱い人を助けて回るんだ。もちろん、修行しながらだけど。真逆のことしてたよ番長。ねえ桃子さん、パティシエ番長のことだけど。何？なんか新しい伝説でも作ったか？それとも新しい活躍の話か？ある意味伝説だと思うけど、言いづらいなこの子には。もしかしてパティシエ番長が何をしているか知らないのかな？パティシエ番長の活躍の話聞かせてもらえるかな？桃子ちゃんが知っているパティシエ番長のことを。いいよ。やはりあれからかな、失われた記憶を取り戻した奇跡のケーキの話がいいかな。それとも昏睡状態で医者からも見放された患者を目覚めさせた話か。もういろいろ超越しちゃってんじゃん。あと潰れかけた洋菓子店を救った話に、悪徳ホテルを懲らしめた話、自殺志願者を思いとどまらせた話だろ。それに身寄りのない子供を育てているって話もあるな。めちゃくちゃすごい人じゃない。そんなことするだろうか。お金目当てだって言った。お金全然ね、違うよね。他人の店を潰そうとしていたあの人が。桃子さん、それって本当のことかな？パティシエ番長ってその本当に素晴らしい人なの？当たり前だろ。前にも言っただろ、俺を助けてくれた恩人なんだぞ。あ、でもそこも詳しく聞きたいな。何から助けてくれたの、桃子ちゃんを。そっか、そうだよね。自殺志願者だったの桃子ちゃん。それでパティシエ番長がどうかしたのか？なんでもない。桃子さんからいろいろ聞いて僕もちょっと興味が湧いただけ。それだけ。それにしちゃ浮かないか。守ちゃん複雑だぞ。どうかしたのか？本当に何でもないんだ。
心配してくれてありがとう、桃子さん。じゃあ、僕もう帰らないと。さよなら。ああ。お母さん、桃子さんの言うことが本当なのか、もう僕には分かりません。謎が深まりましたね。でも、桃子さんが嘘を言ってるとは思えないんです。僕はどうすればいいんでしょう。パティシエ番長の本当の姿を。お金で仕事を請け負ってどんなひどいことでもする人だって桃子さんに伝えるべきなんでしょうか。僕には分かりません。何、意外とシリアスな話になってくんのこれ。パティシエ番長絡みのことって。はあ、予想が。わあ、ちょっと昆虫先生は置いておいて。昆虫先生ってなんだよ。今日は、あ、今日も移動か。あー、調理室ね。調理室、あと廊下に吉野がいるだけだから。うん、じゃあ調理室行くか。ちょっとセーブだけ一応しておこうかな。セーブ完了。さあ、調理室行きましょう。そういえば風邪治ったの？すっかり忘れてた。ずっとくしゃみしてたけど。大丈夫なのかな？調理室で。何を作ろうかな。大会に向けて、新しい。そうだよ、桃子ちゃんのこともいいけど、まもりちゃん自身もちょっと頑張らないと。ああ、また。今日も練習か。上から来るぞ。うわー、桃子さん。感心感心。それでこそ俺のライバルだ。うん。お願いだから桃子さん、変な登場はやめてよ。心臓に悪いよ。そうか。いやでもかっこいいよ。もうこの世界観だったら何でもありだよ。ダメだよ。第一話しにくいもん。わかった。じゃあちょっと待ってろ、そっち行くから。今日は何の練習するの？どうやって来たんだろうな、ここに。ちょうどそれを考えてたの。やっぱり大会用に新しいケーキのレシピを作ろうか、それとも道具に慣れておくか。あー、道具になれるっていうのもね、そうだよな。そうだな。パティシエ番長なら基礎の練習はいつも忘れず、そして常に新しいレシピを考えることは忘れない。そうしているはずだ。ほう、またパティシエ番長か。うん、なんでもない。いや、番長はな、基礎をちゃんとやっておいた方がいいのかな。もちろんだ。特訓とは、1に体力、2に根性、3死がなくて、5に必殺技だから。この前とちょっと変わってない？全然基礎と関係ないよ。基礎ってのは、体力作りじゃないのか？体力作り。そういうわけで、まずはな。また走らされる。いやー、この熱血バカいいな。ほらほら、早く動きやすい服に着替えて、外行くぞ。あ、動きやすい服だから、この子いつもブルマーなの。動きやすい服なんて用意してないよ。動きやすいっていう意味で。呆れたやつだな。じゃあ今日は無理か。次の時にはマモルちゃんにもブルマー履いてほしいな。あ、なんだよ、俺が用意しておいてやる。どんどん新しい性癖が増えていってしまう。うう、わかった。じゃあ今日は一緒にケーキでも焼くか。俺が勝手に会得したパティシエ番長の華麗な技の数々を披露してやるよ。パティシエ番長の技。ねえ、桃子さん、パティシエ番長って今何をしてるのかな。そうな、忙しい人だって聞くし、きっとどこかで誰かを助けてるんじゃないかな。弱い苦しんでる人。まあ逆なんだけど。一体パティシエ番長に何があったんだ。何が本当で何が嘘なのか。どうかしたのか。なんかこの間も行かない顔してたみたいだけど、もしかして恋煩いか。恋煩い、失恋したとか。あ、気になるやつでもできたのか。もしそうだって言ったら。えっ
とそれはだな、リアクションがいいな、いちいち頼りになりそうな人に相談して、ももこさんは相談に乗ってくれないの？あ、俺はそのダメだ、なんていうかそのあれだ、そうやばいっていうか、やばいってなんだ、とにかくダメなんだ、恋バナとか苦手なのかな、ももこさん冷たい、いや、だからな、俺はその手の経験は全然ないから、あら、どうしていいのかわかんないんだ、恋をしたことがない、それに男女の交際というのは奥が深いもので、うん、まだ早いと思う、うんうん、男女の構成ってのはなんかこう、いろいろあるといろいろなるっていうか、いろいろ？そうだ、いろいろあるんだ。なんていうか、これ声優さんすごいな。守る、お前、そういう人がいるのか？うろたえているももこちゃん、いいな。好きな人聞きたい？あれ、まもりちゃんちょっとどうしたの急に、そのもうからかってんだろ絶対、それはね、ももこさん、あら、言ってやったよ、急に言ってやったよ、まもる、俺たちはその女同士で、まもりちゃんもどうして急に攻め出したんだ冗談、あ、冗談、冗談だよ、冗談？マボル、タチの悪い冗談はやめろ、そりゃ怒られるよね、乙女の純情を、ね、桃子さん取り乱しちゃって、なんか可愛かったから、可愛いなんて言ったらこの子また許さん、罰として今日の練習は俺の大好きなケーキを作ってもらうぞ、はい、それじゃあ特大サイズで作ってあげるね8号以上だぞ、うん、それでラム酒多めでしょ、お母さん、やっぱり桃子さんは知らないようです、まあ、パティシエ番長のことは置いといても、桃子ちゃんがとにかくひたすら可愛いこの子、伝えない方がいいのか、まだ答えが出ません、というよりもおめえが男なことも黙ってるのはどうなのかと思うよおめえが男だってことは隠しといていいのか、あー公園か、ちなみに、あ、廊下にあやかちゃんがいんのか、ちょっとあやかちゃんイベントも見たいな、そうね、ちょっとあやかちゃんイベント、ここで一旦セーブして、あやかちゃんイベントもちょっとノーマルあやかちゃんイベントも見てみようかな、はい、セーブ、はい、それでは廊下行ってみよう、前回のあやかちゃんの雷イベント良かったんだよな、そう、あやかちゃんのノーマル状態のイベントがあやかちゃんルートの時は見れなかったから、あやかさん、そうそう、ちょっと回収しに行ってるっていうところで、こんにちは、こんにちはって、うん、様子がおかしいね、この子が挨拶をするなんておかしいよ、どうしたのよ、私の顔になんかついてる？おかしいな、なんか別人みたいに柔らかい感じ、寝不足なんじゃない、寝不足の時こんなんあったよね、あやかちゃんって、あやかさん、あ、ほら、もしかして寝不足？うん、そうかも、寝不足の時のあやかちゃん素直なんだよね、新しいレシピ考えてて気がついたら周りが明るいのよね、だと僕なんだそうよ、マモルなんて軽く丸めてちょちょいって倒しちゃうようなレシピなんだから、ついでにメイドの土産なんかもおまけにつけちゃうわよ、それともキュキュって吊るしちゃおうかなついでにほんと吊るすの好きだな、倒してさらりと嫌なこと言わないでよ、あ、ごめん、本当に眠くて、ちょっと彩香さんしっかりしてよ、うん、うん、もう限界、ここで寝るの、うん、
廊下で寝る彩香ちゃんってなんだよ。放っておくこともできないし、確か医務室あったよね。はあ、これ連れてってあげたのか。これ自分の部屋に連れ込んでない。ちょ、彩香さん、何やってんの。うん、あらあらあら、始まっちゃうよ。なんで。だって私寝るときはもっと、もしかして彩香さんって普段は裸で寝てるのかな。ちょっとちょっと、脱ぎにくい。脱いじゃダメ。今そんなことされたらヤバいです。まずいです。危険すぎます。守る、後ろのボタン。やっぱりこれなんか意外とお色気イベントがなんかこの辺のノーバルイベントで多いよね。雷もそうだったけど。意地悪っていうか、そういう問題じゃないです。男であることを完全に忘れてる。僕これで、彩香さんちゃんと睡眠取るんだよ。いやらしい小屋で。危なかった、彩香ちゃん。でもちょっともったいなかったかな。弱みに写真でも撮っちゃえばよかったのにね。なるほどね。あ、じゃあちょっとここで温泉でも誘おうかな。あ、明日温泉か。もうそうだよね、温泉って2人1組で行動してくださいみたいなことを言う。あ、それでやっぱ桃子ちゃんルートだから桃子ちゃん。あ、でもちょっとここで一旦ロードしてですね、さっきの選択、移動選択のところまで戻ります。戻ってきました。さあ、彩香ちゃんは寝かしておいてですね、裸で寝かしておいて公園、はい、本命に会いに行こう。もう彩香ちゃんの裸じゃドキドキしなくなってしまったよ。もう桃子ちゃんしか見えない。もう一度、このなんか合法なのか非合法なのかわからないこの体型でしかもう興奮しなくなってしまった。あれ、桃子さんまた特訓してるんだ。声かけてみようかな。頑張ってるね。レスキューのことで倒れてたら、あ、やっぱ打倒守るなの。打倒守るで。桃子さん、今は声をかけない方がいいかな。え、忘れてたけど一応ライバルなんだよね。そうだよ、むしろ彩香ちゃんが関係ないんだから。あの子ついてきただけで全国大会出ねえんだから。あ、桃子さん倒れちゃった。大丈夫？しっかりして。特訓もしすぎだ。守る、ダメだよ、無理しちゃう。情けないとこ見せちゃったな。くそ、まだまだ。こんなことじゃカステラ9番長を名乗る資格がない。なんか新しいワードが出てきちゃった。あ、カステラ？カステラ番長。そうだ、今の俺の番長ではカステラ級、パティシエ番長にはまだまだ。カステラ級か。番長と、本当に情けない。こんな姿をパティシエ番長が見たらなんて言うだろう。きっと口が同級に隠されたって。何が上なのか何が下なのか分かんねえや。口が同の方が格が低いんだ。当たり前だろ。番長会が奥が深いな。新必殺技を編み出すしかない。え、そういうものなの。新必殺技、地道な努力で道を切り開くとかそういうのじゃないの。大会まで日がないんだぞ。ちんたら修行してて間に合うものか。ここは一発強力な必殺技を得得して、それができるくらいなら修行なんて必要ないんじゃないの。もっともないことを。そうだな、でしょ。さて練習始めるか。守るも付き合うか。うん、でもあんまり無茶なのは嫌だからね。
激しすぎると僕壊れちゃうもん。激しすぎると僕壊れちゃう、なんか狙ってんな。大丈夫大丈夫、狙ってるよ。お前ならすぐにタルトキーマにたどり着くだけの素質があるんだ。少しぐらい危険な特訓ぐらいどうってことないぞ。ちょっとそれって危険で激しいってことじゃないの？守るちゃんが壊れちゃう。壊れちゃうよ。大丈夫だ、うん、大丈夫だぞ。どうして目をそらすの、どうして目をそらすの、ねえ桃子さん。さあ行くぞ守る。いやー怖いよ。もうどっちが男なのかわからない。変な格付けがあるのでしょうか。桃子さんはやっぱり奥が深い人です。奥が深い。これで、さてと着替えよし、タオルよし、歯ブラシも持ったし、うんうんうん、あそうだよね、温泉でも誘おうかな。温泉に、桃子ちゃんと一緒に行くっていう流れだよね。ちょっとじゃあここで再度セーブしておくか。そうだよな、これで温泉行って帰ってきたらもうすぐ全国大会でエンディングっていう流れ。おお、いよいよもうラスト一直線って感じか。さあそれでは、でも温泉行こうか。さそうか。日がない一日特訓とかさせられそうなんだよな。一日特訓コースは嫌だな。それ で, 温泉で特訓の後の温泉は最高だろうなんて爽やかに言われそうな気がする。簡単に想像できるね。誘わなかったら後が怖いし、もう完全に自分が男であること忘れてるな。にしよう、一緒に温泉入る気満々やん。決めたら今日はもう寝よう。まんお前はチンがついてるんだぞ。大丈夫なのかお前は。でもこれで温泉イベントは桃子ちゃん、うん、ああここはスキップか。で現地でここら辺からかな、桃子ちゃんイベントになっていくんじゃない。お、来た来た。桃子さんは、あ、いたいた、桃子さん。すごい今更だけど太ももにも絆創膏貼ってんだこの子。今更気づいたよ、うん、なんでブルマなのだから。ブルマの謎はなかなかね。でピンクブルマってすごい珍しいですよね。その今日のことなんだけど一緒に。もちろん構わないよ。およかった、これもどうやって守るを誘おうかと思ってたところだった。デレデレじゃん。よかった、じゃあ今日は一日桃子さんとのんびり過ごせそう。どっか見どころとかってあるのかな。うん、よしそうとあれば。特訓を始めるぞ。マモルも動きやすい格好に着替えるんだ。予想通り。へえ、せっかく温泉に来たのにどうして特訓なの。今日はゆっくりたっぷりのんびりと疲れを取るための日じゃないの。バカ者、人里離れた秘境といったら特訓にうってつけだろう。ほう、常に危険と隣り合わせ、その緊張感が新しい必殺技を生み出す。この子何個必殺技持ってんのかな。危険なの、怪我しちゃうの、死んじゃうの、走馬灯とか見ちゃうの。修行に危険はつきものだ。ほらほら、守も着替えるんだよ。うん、そんな、僕動きやすい修行用の服なんて持ってないよ。守ちゃんもだからブルマ見てみたいよねっていうと、だから性癖がわけわかんなくなるんだけど。じゃあ修行はなしってことで。甘い、だからお前はアホなのだ。この子にアホ呼ばわりされてしまった。その程度の事態を予測できなかったと思ってるのか。ズバ抜けてこの子の方がアホなのに。ちゃんと守の分も用意してあるぞ。え、さあこれを着て修行に出発。うそーん何を用意してあるの。もしかしてこれも予想当たっちゃう。まさかまさか。性癖が、ブルマと体操着だなんて。あ、ブルマ、いつの時代ブルマ来た。やっぱり恥ずかしいよ。男の子ブルマがついに来ちゃうか。っていうか情けないです。
女の子の制服着るのも恥ずかしいのに、こんな格好とてもじゃないけど知ってる人には見せられないよ。いや見たい、ぜひ見たい、マモルちゃんブルマぜひ見たい。結構ぴったりだな。結構ぴったり。こんなのどうしたの。大丈夫、ブルマなんて履いて俺の予備だよ、バレない。あんまり使ってないやつだから気にせずに使えよ。この子の予備、あ、これももこさんのなの。あ、ほんとだ、ももこさんの匂いがする。ももこ臭。こら、匂いなんて嗅ぐな。ももこさんとお揃いか。大丈夫、匂いなんか嗅いでたら興奮してちょっと、ね、バレちゃうよ、バレちゃうブルマ、ブルマな、そういう感想は。ブルマプレイだもんな、これ。まあいいや。それじゃ、特訓始めるか。うん。お母さん、特訓はいつもの通り苦しくて。ついに息子はブルマを履いてしまいました。しかも野外でしょ。野外でブルマを履いてしまいました。充実していました。充実、もう目覚めたね。一緒に汗を流すっていうのは。いろんな性癖にどんどん目覚めていくっていう、マモルちゃん。あっという間に一日が終わっちゃいそうです。これ CG ないのかな。あ、マモル。なんでそんな高いところにいるんだ。特訓の仕上げをするぞ。山にこもって秘密の特訓といったら、やはりこれは外せない。どうしてももこさんそんな高いところにいるの。下にいると危ないからだ。危ない。何？何なの？何が始まるの？これマモルちゃん今現在ブルマなんだよね。まずは迫り来る岩を素手で砕くなり押し返すなりしてみろ。そして烈火のごとき魂と明鏡止水な心を手に入れるんだ。無茶言わないでよ。うわ、もう岩が転がってくるし。すごい場所だな。藤岡弘探検隊みたい。どうした、どうした、押し返せんのか。岩が転がってくるっていう、あの発泡チロールみたいな岩が転がってくるっていう。その前に死んじゃうよ。助けてーやー。ドカーン言ってるけど大丈夫。守る、重くないか。え、大丈夫だよ。それよりももこさんこそ大丈夫なの。ちょっとくじいただけだよ。くじいたの。に入れば一発で治るよ。この子が怪我しちゃってんのかい。わざわざ背負ってくれなくても歩けるよ。ダメだよ、明日は試合なんだから。あ、そうだよ。何なんかかけたら。ちょっと忘れてたけど明日全国大会だよ。全国大会前日に何してんだよ。死んじゃったかと思ったんだから。ああ、まさか岩がこっちに来るとは。ああ、そっちに転がってったんだ。あんなに簡単に木が折れるとは予測できなかったもんね。遊んで高いところからドカーンと落ちちゃったわけだね。死ぬかと思った。あれだな、初めて走馬灯とか見ちゃったよ。走馬灯。そんなもの金輪際見ないでよ。もう番長の姿を見たかな。僕驚いて心臓止まっちゃうかと思ったんだから。悪かったよ。なあ、守る。何？なんだこの雰囲気。重くないか。平気だよ、桃子さん。見かけによらず軽いんだな。見かけ通りじゃない。片手で持てそうなぐらい軽そうだよ。バカ、無理するなよ。お前こそ見かけによらないよ。広い背中だな。もっと華奢だと思ってたよ。それに結構力持ちなんだな。言うても男の子ですからね。そうかな。じゃあ桃子さんの特訓のおかげだよ、きっと。そっか。でもあまりムキムキになってもいなく、男の子だけどブルマ履いちゃってんだよね。ありがとな。かわいい。ももこちゃんかわいいな。今のももこさんちょっと弱気だよ。こういう時はこれも修行のうちだ、温泉まで駆け足くらい言わなきゃ。バーカ、俺だってそこまで無茶苦茶じゃないよ。十分無茶苦茶だよ。でも走ってみるか。そうしてほしい。
え、じゃあ行くよ。なんか余裕だな、守ちゃん。ここに来て主導権握り始めた。走るな、揺れるって。ああ危ないぞ。大丈夫。やめろって。ちょっと怪我人背負って走って男なのにブルマ履いて、もう何してんだよ。何をしてんだよ。たくさん汗かいちゃった。そうだな。マモル、今日はその、ありがとな。特訓に付き合ってくれて。特訓なんてのは本当は一人でやるもんなんだってのは。温泉入んないのかな。分かってるんだけど。でもこの子のお風呂イベントちょっと楽しみにしてたんだけど。味気なくて。そのお前とだと。しおらしいももこちゃん、普通に可愛いな。なんか乙女だな、乙女番長だな。うん、僕も楽しいよ。今日一日ももこさんと一緒ですごく楽しかった。守る、だからまた一緒にやろうよ。あ、でも次は僕に付き合ってね。美味しいケーキを焼く練習するんだから。そうだな。ありがとう。俺、お前と会えてすごく嬉しいっていうか、よかったって思ってる。うん、めっちゃいい感じじゃん。そっか。ちょっとよかった。それじゃあそろそろ汗流そう。いい加減ベタベタして気持ち悪いんだ。温泉来ましたよ。そうだね。でもどうすんのこれ。早く行こう。マモルちゃん、ちょっとマモルちゃんのマモルくんが、おーい、マモル、何グズグズしてんだ。早く入ってこいよ。ちょっと待って。なんとか隠して。かな、でもバレちゃったりしたらかなりまずいことになりそうだし。うん、早く貸し切りみたいで気持ちいいぞ。無邪気だなこの子は。他の客はいないみたいだし。まあ女の子同士だと思ってんだもんな。ここは覚悟を決めて。お行ったね。あ、いいじゃん。やっと来た。守る、何タオルなんかで隠してんだよ。湯船の中にタオル入れるなんてマナー違反だよ。そういうお前はハチマキ巻きっぱなし。そして浮く葉っぱね。あ、でもこれいい CG だな。ももこちゃんちょっと意外とセクシーだぞ。いいぞ。で、ほんと悔しいけど守るちゃんのバスタオル姿にドキッときちゃうんだよな。これ悔しいよな。男やぞあいつ。でもその、まずいっていうか恥ずかしいっていうか ないと、いろいろまずいから。いろいろね、いろいろまずいよね。はは、分かったぞ、マモル。お前、胸が小さいこと気にしてるんだろ。だから人に見られたくない。そういうわけだ。そういうももこちゃんも、いや、そうじゃなくて。気にすんなよ。俺だってお前とほとんど変わらないんだから。それを男に言ってると思うと切ない。でも往生際の悪いやつだな。あら、ちょっとさっさと脱げ。無理やり。やめて。まずくない。バレちゃうよ。こら、暴れるな。やめてよ、して襲わないで。何が行われているんだ。捕まえたぞ。あ、ちょっと。ちょっとこれは。これは完全に見られたな。バレたなこれ。ももこちゃんもすっぽんぽん。これいいな、この CG。 あ、これいいな。よし、撮っちゃった。これ丸見えだよ。え。それ、あ、
ウィッグも取れてこうなっちゃった。あ、なんとかお手手で隠してるけど、お手手で隠してるけど、あるある発見してしまった。ついに見ちゃった、裸の付き合い。ちょっとお風呂でバレるとか一番最悪なバレ方じゃない？ちょっとこれ大丈夫？大丈夫じゃないな。まさか男、ごめん、ごめんとかそういうことじゃなくて、男なんて守るがどうしていついつって最初からっす。なんかやばい病気なのか、まさか負けるのか俺も男になるのか。生えちゃったわけじゃないっす。桃子さん、そんなことないから、大丈夫だから、そんな取り乱さない で桃子ちゃん本当あれだね、ツルペターだね、ツルペター幼女だね。そりゃパニックになるよ。男だよ。これは騙してたわけじゃなくて、その、いろいろと事情が。事情がね。もっともっと。男。うん。これは騙してたのか。まあそういうことになっちゃうんだよな。騙すつもりはなかったんだけど、隠さなきゃいけない事情があって。これ状況の割にかなりシリアスな展開にならない？こんなすっぽんぽんの二人だけど。桃子さん、友達だと思っていた。あ、ほらちょっとだいぶ落ち込んでるよ。ごめんなさい、でも僕許さない。あ、許さないと守る。この借りはファイトで返させてもらう。なんてこった、ブランク番長になっちゃう。俺と1対1で勝負しろ。1対 1？ みちるさんと組んでんだけど。勝負？桃子さんと？そうだ、もし勝負から逃げたりしたら。ブラック桃子か。絶対にお前を許さない。勝負しなくちゃダメなの？当たり前だ。全国大会で戦うことになるのは仕方ないって思ってたけど、こんな風に戦いたくないよ。友達になったのに。何が友達だ、騙したくせに。ああ、桃子ちゃん悲しい。俺だった、お前は許せない。だから勝負だ。決着がつくまで俺に近づくな。分かったな。ああ、こうなっちゃうのか。全国大会で待つ。じゃあな。でも勝負、決着をつけるっていうところは非常に桃子ちゃんらしい。どこ見てんだろう。なんだろうこの沈黙。桃子さん、こういう時ってかっこよく去っていくんじゃないの？いや、すっぽんぽんだからさ。俺だってそうしたいよ。向こう向いてろ。目もつぶって。はい。乙女番長かわいいな。こっち向くなよ。じゃあ改めて、俺は大会会場で待つ。そこがお前の墓場だと思え。いい捨て台詞だ。僕死んじゃうの？あ、また目開けちゃった。うわ、バカ、振り向くな。桃子ちゃんの、桃子ちゃんの部分が。桃子ちゃんにもチンチンついててもいいと思うけどね。お得だよね。お得って何なんだよ。どうしてこうなったんでしょう。僕は桃子さんを騙したかったわけじゃないけど、でもやっぱり黙っていたのはまずかったでしょうか。いや、でもまあいずれはバレるとは思ったけど、さすがにこのバレ方、お風呂でバレるっていうのが、
まずかったな。戦わなければいけないんでしょうか。でもこれでそっか、桃子ちゃんと戦うっていう流れになっていく。この辺はスポコンらしくて。それで私に話したは何です？みちるさん、そうだ、このルートではみちるさんはね、知ってるんだもんね。桃子さんと一対一で戦うためには男だっていうことをね。パートナーを解消したいんだけど。私との？もちろん理由を聞かせていただけるのでしょうね。実はどうしても1対1で試合したい人がいるんだ。だから桃子ちゃん戦だけ一人で行けばいいんじゃないの？素直におっしゃったら、私よりも気になる子ができた。そういうこと？そんなことそうかもしれない。みちるさんより気になった。ああ、うん、大切だって思った人。でも守ちゃん的にもだいぶね、気持ちが。だから1対1なんて無茶、僕は引き受けようとしているのかもしれない。図星ですわね。その人の名前教えていただけます？ちょっと恥ずかしい。まさか藤宮さんではないでしょうね？うん、違う。それならいいですわ、パートナーの件。あー、さすが、さすがみちるさんだよね。ほんといい子だよね、この子。ごめんなさい。でも僕、みちるさんのことが嫌いになったとかそういうのじゃないから。いっそ嫌われた方が良かったわ。ええ、その方がすっきりしますわ。そうすれば私だって怒るとか恨むとか刺すとかできたものを。怖いこと言ってる。冗談ですわ。これからもいいライバルでいられるわね。ごめんなさい。さすがみちるさん。ほらほら、泣かないの。もうこれでは立場が逆ですわよ。泣きたいのは私の方なのに。ごめん。涙が出ちゃう男の子だもん。シャキッとなさい。そんな顔されると思わずいじめたくなりますわ。ド S なのか本当にこの子は。でも私は怒ってなどいませんわ。ただし私を捨ててまで戦おうというのなら絶対に勝つこと。あまりにも情けない戦いを見せたら、その時は私がかっさらってマモルさんをペットにして差し上げますわ。どういう性癖なんだろうね、ミチルさんね。飼われちゃうの？そうですわ。それが嫌ならさっさと泣き止んでしっかり戦いなさい。お分かりになりますね。あの銀と金のあのなんだっけ、あの人間を飼ってる、頑張るよ、あの富豪みたいな感じ。それでこそ私のライバルですわ。でもペット、それも楽しそうですわね。恐ろしい。みちるさん、今なんか言った？すごく背筋がゾッとしたんだけど。なんでもありませんわ。それでは私、あなたの代わりのパートナーを探さなくてはなりませんわね。あ、そんなんでできるんだ。他のパートナーを探して出場。ほんとこの大会自由だな。何でもいいじゃん、もう。ごめん、いいですわよ。でも彩香さんでも、ね、吉野さんでも暇な人はたくさんいますわ。彩香ちゃんがいいんじゃない？それではごきげんよう。みちるさん、これはありがとうだよね。ごめんなさい。でも今の僕は桃子さんがとても気になって大切だから、だからごめんなさい。決着をつけなければならない相手がいるのだ。これで朝全国大会当日